をしましたか今日は。24時間生活ですか。すみません。どうしました。24時間テント生活にしようと思ったんですか。うん。夜目が覚めたら、うん。一人で寂しくって、うん。ママのところに来ちゃいました。はい。来ちゃったね。あれ何時だったかな。3時半とかだったかな。目が覚めたら真っ暗だった。テントの中だからね。泣いてたよ、しのちゃん。覚えてる？覚えてない。覚えてない？なんか悔しいって言って泣いてたよ。テントで寝れなくて怖くて、本当はテントで寝たいけど寝れなくなっちゃったから悔しいって泣いてたよ。あ、どうしますかこの後。戻る。戻りますか。テント生活は続けますか。はい。すいません、テントで寝てないんですが、またテントに戻るので24時間テントにしてください。24時間生活引き続き続けますか。はい。ここからは出れませんよ。大丈夫ですか。はい、じゃあテントに戻ってください。はい、はい、じゃあ朝ごはん食べたりしないとね。はい、じゃあ髪がちょっとボサボサなんですが、テント行きましょう。はい、はい、戻ってきました。はい、ちゃんともう布団も片付けちゃったよ。今時間見て、そして何時ですか。さあ時計がまだやめません。今8時47分かな。ね、ちょっと遅かったね今日はね。ほらチロもおはようって来たよ。おはよう。おはよう。もうお布団引いてませんから。まだちょっとここでゆっくりしようかな。よかった。寝起きのタブレットですか。はい、はい。ママ、これさ、終わるのってさ、今日の夜？そう。よっさ、そう。で、ママのところに行っちゃう。いただきます。まずパンから食べよう。おいしいです。やば、今日足筋肉痛かも。はい、ではね、パンは食べ終わったのでヨーグルトを食べたいと思います。ヨーグルト、ヨーグルト。でもね、このね、ヨーグルトね、美味しいんです。皆さん美味しいのでぜひ買ってみてください。ではヨーグルトも終わったので、ごちそうさまでした。着替えちゃってください。はい。ママさん、畳みました。畳みましたか。ちょっと見せてもらってもいいですか。ぼーっとしてるようですけど。雑じゃない、しのちゃん。雑うん、ほら、めっちゃ雑。あれ、1年生だよ。綺麗に畳んで。綺麗じゃない。はい、で髪の毛結びますか。はい。じゃあ髪の毛と、あと歯磨きはちょっとテントの中ではできないので、そこはちょっとね、出ていいことにします。イエーイ。はい、じゃあ歯磨きしていきましょう。はい。
はい、歯磨きしてきました。髪の毛もお姉ちゃんと一緒にいました。おくりんぼ手足の勉強していきます。ではこのユニコーンちゃんを動かしてみます。こちら視聴者さんからもらいました。それではいきます。はい、こんな感じです。めっちゃ早いんですよね、ジニコン。ダメだこユニコンちゃん。じゃじゃん。はい、ではね、このキスカイメルちゃんにします。これはね、前ね、だいぶ前ね、あれ、ママかパパにね、買ってもらいました。白の予想はパパですね。今日も夜で終わりか。頑張ろう、頑張ろう、じゃじゃーん、こちらすべすべすべ時代っていうか2階のベッドですね。なんかいい方法ってないのかな。あーね、転がろう。ちょっと日の出でもしようかな。疲れた。どうしたんだ。どうぞどうぞ。ありがとうございます。それではお昼になったのでいただきます。あ、チルさんが来ました。あ、やばい。シノさん、これはダメです。シノちゃん、まずはね、シノデザートから行っちゃいます。今日はホットケーキと梨ですね。チル、梨食べる？梨食べる人？テントの外に出てますね。震えないの？震えてる、震えてる。梨が欲しいみたいです。ハート食べる人。はい、はい。おやつにする。ママさ、昨日さ作ってたものがあるんだ。ちょっと持ってくるから待ってね。はい、はい。あー、なにこれ。パピコ手作りで作ったよ。え、どの時に作ったの。昨日夕飯作る前に作っておきました。どうかな。おいしい。ほんと。前にさ、しのとさやが作ったじゃん、うん、その時コーヒーが多かったって言ってたでしょ、うん、今回ちょっとコーヒーを少なめにしてお砂糖入れてみてよ。おいしい。おいしい。ただいまの時刻が3時半でしょ。あと4時間だ、しのちゃん。はい。おかわりする？うん、まだあるから大丈夫。はい。どうした、しのちゃん。どうした。トイレ行く。トイレ行く。はい。はい、戻ってきたんですけど、ちょっとなんかね、体調が悪いっぽいような気がするんですよね。ちょっとなのでお熱だけ測ってみたいと思います。24時間生活はやってみたいの。
やりたいけどちょっとなんか体がだるいって言ってね、今トイレでちょっと泣いちゃったの。でもやりたくて悔しいって泣いてるんですよね。ちょっとおでこ触るとね、なんか熱いかなっていう感じがして、ちょっと不安な感じです。でもここ最近ちょっと咳はしてたよね。うん。でもやっぱりこの連休中に24時間生活やりたいっていうから元気だったからちょっとやったんだけど、ちょっとなんかね、さっきから体調が、うん、夜もママのところで寝たからそんな寒くはなかったはずなんだけど、うん、もしここでねちょっと熱があったら、あと4時間だけど、今回はねこのままちょっと続けることはできないかな。なので今ちょっとお熱を測ってます。はい。ただの眠いだけだったらいいんだけどね。おお、やばい、 37.9 あるじゃん、しのちゃん。まあ約8度あるわけじゃん。ちょっとお熱だやっぱり、しのちゃん。ということでちょっと今日はこのままはちょっと続けてはいけないな。悔しいね。泣かない泣かない、しのちゃん。悔しかったね、ちょっとね。本当はね、自分から言い始めたから最後までやりたかったみたいなんだけど、泣かないよ。泣かないね。またやろう、またリベンジしよう。ちょっと今回はちょっとしょうがないね。今回はちょっとできなかったんですけど、またリベンジしますか。ね。なので今日はちょっとこのまましのちゃんはお休みさせますね。しょうがない、また頑張ろう。またやろうね。大丈夫大丈夫、しのちゃん。またやろう。今頑張ってよ。でもここまではあと4時間ってすごいよ。悔しい気持ちはわかるからね。というわけで終わりにします。それではまた見てね。バイバーイ。